あれでも80年代はカセットではないのか、90年代とかになっちゃうのかな、きっと80年代はレコードか。でも懐かしい、やっぱレトロな感じは出ますよね。紙ジャケットはレコードっぽくていいよね。わかる、ほんとそうですよね。レコードは全部紙ですもんね。あ、タワレコ版も可愛いってみんな言ってくれてる。このカセットの方早く買わせてくださいって。もうでも2週間あと2週間ですよね。2週間もない切ってる。あ、2週間かちょうど、再来週もうすぐですよ。早く皆さんの手元にお届けしたい。80年代もカセットあったよ。あ、やっぱあって、あったのか。カセットテープ、カセットブームみたいのも来たけど、どう、あ、そういうのもあったんだ。レコード出さないの、そちらもお楽しみにっていうことしかまだ言えないですけど、お楽しみに前倒しで、前倒ししたいね。まあ一番早くてフラゲ日24日火曜日かな。もう発送してしまう、本当だよね。したいですよ、今手元にありますから私のね。でも本当に皆さん楽しみにしててください。今回も私的にはもう今できるベストを尽くしてこの1枚作り上げたので、本当に早く聞いてほしいなって思います。もうね、裏にねこうやって文字で書いてあるんですよ。この曲名がめっちゃね、その字体とかもすごい可愛いんですよ。早く皆さん本当見てほしい、めっちゃ可愛い、気に入っています。ということで、ぜひね、ショールーム中にショールーム特典の方の、CD も予約してもらえたら嬉しいです。じゃあ、今日もよろしくお願いします。コーナーどんどんいきますね。じゃあ、武藤画伯の世界から行っていきます。今日も描きますよ。お絵描き、お絵描き。紙ジャケはサイン描きやすいですよ。確かに、それもあるね。さあ、今日は何を描きましょう。お、はじめまして、ありがとうございます。初見の方来てくれた、嬉しい。お、すごいなんかお題が来ましたよ。 OK です。なんかね、すごいね、具体的にお題が、え、でもちょっと待って、え、ちょっと難しいな。あー、もうひどい、ちょっとひどいぞこれは。やばいやばいやばい、ちょっとすごいひどいことになっちゃった。色使いたいんだけど今そんな余裕ないよ、どうしよう。ちょっとこれはひどすぎる。え、わかるかなみんな。やばいなこれは。はい、これは何でしょう。やばいな、これはちょっとさすがに絵心がなさすぎる。え、なんでわかんのみんな、本当に天才なの。しかも速攻、なんかもう速攻すぐ出たじゃないですか。モモンガ一応コアラ、しかもお題が木に登っているコアラなんですよ。あ、でもそこまで言わなきゃ正解じゃないですかこれって。でもいいんですよね、コアラでした。さすがファミリー、ほんとだ。え、でもコアラってそもそも耳がこんなネズミみたいな耳しなかったか。私なんかこんな上にやっちゃったけど難しいなぁ。でもね、コアラの鼻が分かったから自分的にはちょっと嬉しかった。コアラってでっかいこんな鼻してますよね。それは描けたそんなことで喜んでる自分。耳は小さい、あれそうでしたっけコアラって。あ、じゃあもうちょっと小さく描けばよかったですね。でも当ててくれたから OK。 じゃあ次行きましょう。大体合ってる、ほんとだね、耳小さいのか。うわきつ、え、わかんない。え、マジマジで、ちょっと待って、それはねきつい。どんなんだったっけ、どんな、あー、
ないの、わかるんだけど、わかんないの。わからないってことは割と有名なやつだな。ちょっと待って、ちょっと、あー、わからない。え、本当にわからないの？ちょっと待ってね。イメージね、イメージ。こうがあって、これがあって、こんな感じじゃん。の、ここよ、ここ。はい、もう、わからない。もう、そんな学生の頃やったけど、そんな覚えてないよ。ここ、これ。多分場所ここ、この辺ですよね。合ってるよね、この辺で。あ、来た、茨城県。え、これ茨城だよね、場所。え、東京じゃないよね。茨城県って、え、茨城って端っこじゃなかったっけ。筋子ってやばいね。茨城の形、茨城県出身なのにわからないってやばくない。本当は茨城県の形を描きたかったんですけど、茨城の形が全く思い出せなかったから、日本全部描いてここってやってみたけど、大体合ってる。ご出身なのに、本当だよね。え、茨城の形って出ます？どんな形でしたっけ。え、これ茨城ですか。え、そんな形してたっけ、茨城。やばい、私茨城県出身なのに。茨城かっこいい形3位だよって、本当にそんなこと言われてるの。なんか魅力難易度ランキングでなんか毎回最下位を争ってるんですけど、なんか今年脱出したんですよね。確かビリじゃなくなったの。え、面白い、それ形かっこいいランキング3位はちょっと面白い。茨城は強そう。え、ちょっと残念すぎるね。ちょっと恥ずかしい、茨城県出身としてすいません、あの書けませんでした、茨城県の形を。意外となんかもっと細い感じかなと思ったけど、なんか意外とボンって感じでした。すいません、ちょっとあのちゃんと日本地図出直していきます。今日はもう一個あります？終わり。はい、ありがとうございます。じゃあ画伯の世界はこの辺で終わりにします。じゃあ次のコーナーどんどん行っちゃいますね。武藤の趣味を作ろう。はい、これ前回ね、急遽ちょっと私チェキを買ったんで、チェキを取って紹介しようって話になったんですけど、ちょっとチェキこれなんですよ。これちょっとね、あのいただいたんですよ。インスタックスミニクラシック、なネオクラシックだったっけな、でございます。なのでなんか普通のチェキより結構いろんなモードがあって、おしゃれなやつ取れるみたいなやつ、可愛いですよね。見た目もなんか可愛い、チェキっぽくない。今いろんなチェキもほんといっぱいありますよね。カメラおしゃれですよね。そう、これをちょっとゲットしたんで、ちょっと撮って披露しようと思ったんで撮ったんですけど、チェキ皆さん使ったことあります？想像以上に難しくて、このチェキが難しかったのかな。なんかね、全然真ん中に取れないんですよ。ちょっと早速見せていこうかなと思うんですけど、あの今回ちょっとちゃんと取ったものも持ってきたんですけど、今回ちょっとなんかやっぱあのこれなんか結構やっぱ、え、チェキってもともとレトロっぽいですか、色って。なんかやっぱそれからなんかレトロっぽいの取りたいなと思って、今回駄菓子にしたんですよ。駄菓子をちょっと5種類選んだので、それを取ってちょっとおしゃれに可愛く撮れたらなって思って、あ、1個駄菓子じゃないんですけど、これ私が最近ハマってるドリンク、ファミリーマートで売ってるいちごミルク、これめっちゃ美味しいんで皆さん飲んでください。一時期これ売り切れてて飲めなかったぐらい人気だったんですよ。これめっちゃ美味しい。これとあとこれカツこれ美味しい、大好き。とミルクキャラメル、あとね、もうこれ見た瞬間絶対これチェキにしたら可愛いと思った、 ミニボーロからそのまんまグレープ、はい、このラインナップでございます。これもこれ結構映えるんじゃないかなと思ったんですよ、チェキで可愛く。だがしかし本当に難しかった。
もう結果から見せていきますね、どんどん。なんかね、そのままグレープに関しては本当ひどいですよ。こんなのプレゼントするのなんか申し訳ないなってぐらい。見てください、これ。あ、もう映ってないんですよ。これ端っこすぎますよね。ひどくないですか。え、ちゃんとこうやって覗いたら真ん中にちゃんと黒いのがあるんですよ。黒いなんか合わせるやつ。だからそれ合わせて撮ったのにこんな端っこに行っちゃったんですよ。これ逆に可愛い？本当に？サインスペース、確かに。ファインダー覗いたのって、ファインダーってこれのこと？ファインダーってこれ？これのことですよね。これ覗きながらなんかちゃんと丸いのがあるんですよ、真ん中に。だから多分それに合わせるとことのはずなんですけど、合わせたらめっちゃこんなずれちゃったんですよ。しかもボケてるっていうね、おかしい。でも本当に難しかったわ、チキで。今度はこの私が今押してるいちごミルクなんですけど、いちごミルクはちょっとそのなんかそれを生かしてあえてめちゃくちゃずらして撮ってみたら、まぐれで真ん中に行ったっていう。逆にこれはまぐれ近すぎ。だからレンズに手が、どういうこと？レンズに、これでは、でもこれはたまたま行けたけど、だがだがしかし、また行っちゃった。だがしかしで、ね、うん、あの二重になっちゃってて、ちゃんと商品は見えてない。なんかいろいろモードがあったんですけど、なんかおしゃれにできるかなと思って、なんだっけ、に二重なんとか、二重これロコーダってのかな、読み方。ロコーロコー、これ皆さん二重ロコーモードって読む、二重ロコーダってます、合ってる、ロコー1枚のフィルムに像を重ねる、このモードで撮っちゃったんですよ私。だから多分これって1枚のフィルムに2度シャッターを切ることで像を重ねる撮影モードで、クリエイティブな写真を撮ることができる。だからこれってあれですよね、多分違う、全く違うものを2枚撮ってそれを重ねてくれるっていう。だから本当にうまくいったらめちゃくちゃおしゃれなのができるはずなんですよね。ただ私は一つのものを2回シャッターを押して、まあ、こう出てきたのでちょっとずれてるんですよ。そう、なんか重ね撮りみたい、そう重ね撮りなのに同じものをやっちゃってるから、ちょっとただ単にブレちゃってるみたいなやつ。それはブレる、そうだよね、そういうことですよね。あとまあカツはもっと可愛く撮れるはずだったんですけど、なんかもう遠い？ボケてる？なかなか難しい、本当にチェキは難しいってことが分かった。心霊写真みたいになる、確かに。この露光モードなりそうで、このミルクキャラメルね、次ミルクキャラメルも本当は真ん中で撮ってるつもりだったのにこんな端っこになっちゃったっていう。まあでもギリギリちゃんとミルクキャラメル映ってるからいいかみたいな。で最後ミルクミニボールか、ミニボールも本当は真ん中行きたかったのにちょっと端っこやっちゃったっていう。結果本当に難しかったチェキ。私がセンスないのかな、それとも本当にこのカメラが難しいのかな、どっちなんだろう。ちょっと自信なくしちゃったんですよ私。撮りまくって感覚つかむしか、やっぱそうなの、不器用すぎる、やっぱ私がダメ、近すぎ、そういうことかな。これってじゃああれなのかな、なんか物撮りってよりは景色とか向きってことなのかな。リベンジしよう。まあ慣れの問題、やっぱ慣れかな。あやみちゃん悪くない、めっちゃ優しいじゃないですか。確かに近すぎかも、そういうことか、近すぎたのか。じゃあまたリベンジするしかないね次は。 だから多分チェキは物撮りっていうよりはあれなのかな、景色とか撮った方がいいのかな。しかも多分これがね、多分そういう多分景色とか多分綺麗に撮れるやつっぽいんですよね。じゃあ景色撮るのでリベンジしたい。
あんまチェキで物売りはせんかも。やっぱそうだよね、よくよく考えたらそうだったかも。取って覚える、そうするしかないね。まあなのでこんなちょっと本当にもらっても嬉しくないようなチェキになりますが、皆さんいります一応今回も視聴者プレゼント的なのやろうかなって思ってるんですけど、この5枚こんなものでよければ皆さんいりますかあ、くれって言ってくれてる、え、嬉しいよって。本当に、じゃあちょっとこの空いたスペースには何かちょっと書きますのでね、せっかくだから。きっとそういうことだよね、この空いてしまったスペースはね、そういうことだよ。だって綺麗に真ん中で取れちゃってたらそんな書くスペースないもんね。あやみちゃんが取ったとしか思えないチェキだから大丈夫。何それ逆にいいなのでお便りをくれた方から抽選で5名ということですね。なのでお便りくださいっていうのは、そのチェキ応募のお便りってことですかね。まあメールでもいい。いつまでとかありますか？ない。でも多分決めた方がいいですよね。永遠、多分いつまでがいいかな。来週？前回どうしたっけな。じゃあ来週まで。うん。来週のお便り、そうですね、来週までに何お便りくれた方から抽選で5名様に、はい、プレゼントしたいと思います。どれが来るかはランダムなのでお楽しみにということで、ちょっと次回はもうちょっとレベル高いチェキを皆さんにプレゼントできるように頑張りますので、今日はちょっとこの辺で許してもらえたら嬉しいです。いや難しいね、チェキもなかなか。やっぱあれだね、もう全部慣れだね。フィルムも前回全然うまくならなかったしね。あれからしかもあんまりやってないねえ。やだって携帯で済んじゃうじゃないですか、カメラって。許す本当に携帯がね、 iPhone がいけない。だって iPhone で全部済むもん、荷物になるもん、 iPhone でできるのに。苦笑い、ごめんなさいね皆さん。やりますんでチェキ頑張る、景色撮る次は。え、ちょっと本当に次回はあれですよね、美術館のね感想文ですもんね。なので美術館の感想文があるんで、ちょっとまあ今度またこのコーナーでちょっと成長したチェキコーナーをやろうと思うので、お楽しみにしてください。よし、じゃあコーナーメッセージくれた人、コーナーメッセージっていうのはこのコーナーのコーナー、ああ、なんでもいいのか。この辺、あれ。これか。で、それは来週までですね。来週までに、武藤画伯の世界、妄想ラブストーリー、武藤区、武藤の趣味を作ろうのお便り、やってほしい企画とか、送ってくれた方から抽選で5名だそうです。詳しくは後ほどツイッターで、もうその通りだ。そうします。来週までよろしくお願いします、皆さん。はい。じゃあ、次のコーナーに、最後のコーナーに行きたいと思います。無トーク。さあ、これはね、皆さんの質問に答えていくやつですね。今日もちょっとお便り届いてるので、読んでいきたいと思います。ペンネーム、グミさん。こんばんは、こんばんは。あやみちゃん、この差見ました。ありがとうございます。あやみちゃんのプレゼンで、歌詞の奥の魅力的な世界を知れました。私は平成生まれですが、あやみちゃんの影響で昭和ポップスの世界に引き込まれそうです。嬉しい。ちなみにあやみちゃんの新曲フラワーの歌詞の映えポイントだなと思うところを教えてください。なるほど。でも嬉しいですね、私の影響でこうやって昭和ポップス好きになりそうって言ってくれて嬉しい。フラワーのね、映えスポット、フラワー、皆さん歌詞読んでいただけましたか？結構なんか応援ソングかなと思っていて、それこそなんか自分にも当てはまるじゃないですけど、やっぱり自分に自信を持って自分の色をどんどんね出していかなきゃいけないですもんね。なので自分の応援ソングにもなってるかなって思ってます。
歌詞はあの作曲してくださった柴山さんと一緒に考えながらやったんですけど、あの映えスポットっていうか私のお気に入りはあのサビで鼻歌が出てくるんですけど、2個鼻歌が出てくるんですよね。最初の分では鼻歌の鼻歌で、そのサビの最後では心に咲いた花歌、お花の歌ってなってるんですよね。なので、まあ、花歌だけど2つかけてるところが結構お気に入りかなって思ってます。そう、花歌と花歌、あれこれ多分イントネーションは同じになっちゃうね。でもね、すごいこれ気に入ってるんですよ。あとはね、やっぱりなんだろうな、あの私の名前があやみで彩るじゃないですか、彩る使われてるから、結構彩るっていう言葉は自分的にすごい好きだし、なんか大切にしていて、今回この曲の最後にも、あの最後の大サビに行く前に彩る世界はワンダーって入れたんですけど、まあその彩るっていうのもやっぱりこだわりましたね。しかも今回お花だから、やっぱお花みたいに彩りたいなっていう思いも込めてこの彩りは選びました。松本先生、高橋先生的なね、もういつか、今はまだまだですよもちろん、けどいつか松本高橋先生みたいな、本当にあんな歌詞書けるようになれるかな、頑張る。LINE ミュージックで歌詞見て気づいた。あ、 LINE ミュージックあれ歌詞見やすいですよね、すごいね、頑張ってね。もう歌詞も慣れってやっぱり言われてるので、まあ、前回のそのミニアルバムから作詞始めてやっとちょっと慣れてきたかなって感じなので、まあでも本当に極めるにはもう数をこなすしかないと思うので、頑張っていくので、皆さん温かい目で見守ってください。ちょっと微妙な歌詞でも許して慣れる、まだまだいける、慣れるよ、頑張っ、ありがとうございます、皆さん優しい。頑張れ、ありがとうございます。ということで、じゃあ次の聞いてくださいね、皆さん、フラワーもね、いっぱいね。じゃあ次の質問いきます。ペンネーム、ロンニャンチュウさんかな、合ってるかな。今日はポッキー&プリッツの日ですが、何か思い出はありますか。あ、そっか、1111、そうだね、言われなかったら全然忘れてたというか気づかなかった。ということは今まで何もしてきてないってことですかね。してきてない、特に思い出ないえ、逆にそんな、結構みんなこれって大きなイベントやるんですか。やった方がいい？ベースギターの日でもありますね。あ、そうなんだ。あ、弦みたいな感じってこと？確かに。食べた？え、食べたんだみんな。食べるもんなのか。あ、みんな食べてる。プリッツ買ったって、食べた。そうなんだ、意外とみんな食べたりしてるんですね。もう何にもしてなかった。食べない、あ、食べない人もいた、よかった、仲間がいた、いちいちやらないって仲間もいた。もう人それぞれですね。なんか学生の頃とかはやったかも。確かに学生もやるかもね、だって友達に会うね、なんか食べそうみんなで。あやみちゃんは何味が好き。ポッキーのいちごが好き。私はいちごが好きなのかな。これもいちごだしね。いちごが好きなのかも私。お菓子自体あんまり食べない。あ、わかる。ゴツゴツしてるやつだ。ゴツゴツしてるっけ。いちごのことかな。学校でシェアしたよ。やっぱそうだよね、学校とかだったら食べそう。ちょっと来年、今からでも間に合う。まだポッキーの日だね。でもね、今日はこの後大事なことがありますからね、そんなポッキー食べてる時間なんてありません。
ということで、じゃあ今日の質問はこの辺で、最後にお知らせ、あ、OK です。あ、予約してくれた方がいたの。あ、予約してくれた方ありがとうございます。あのね、ミニアルバムをね、予約してもらったら特典付きのね、ショールーム限定のやつ、ありがとうございます。サイン入り、サイン入りですよね、サイン入り、はい、18日まで、だから次回のショールームまでってことか。バター醤油味なんてあるんだ。そんなのありましたっけ。全然ついていけてないという感じで、32分、あ、今夜比べてみましたまで33分だから27分ですね。あとドキドキしてきた。ちなみに私は見れない派です。あの、なんかちょっと心配になっちゃうんですよ。ドキドキしちゃって放送を見れないんですよ。皆さんの感想とか聞いて落ち着いたら見るんですよね。でもちょっと今日はせっかく今会社にいるので、マネージャーさんたちいたら心強いので一緒に見ようかなって思います。やっぱね、あの、私たちもその放送されるまでどういう内容になってるかとか全然わからないんで、いや緊張しますよね。あの、収録終わって放送を見るまでがもう緊張。まあでも嬉しいですよね、本当に。こんなね、テレビにね、いっぱいこんな出る機会を作ってもらえて本当にありがたいなと思います。なんか本当ずっと、それこそもうずっと松田聖子さん昭和ソングが大好きで、それを言い続けてきたので、なんか今こうやってそれがつながったというか、こういうね、機会が巡ってきて嬉しいです、すごい。あ、みんな見てくれるんだね、ありがとう。録画もしてくれてる、ありがとうございます。知名度アップしていこう、していこう、頑張ろうCD みんな買ってねこのままみんなで一緒に見ようよね。ぜひ皆さん、なのでこのままの流れで日本テレビですね、日テレで皆さん9時からぜひ見てくださいっていう感じかな。あとはあれですね、E プラスにて今ガンマンライブのチケットが、配信チケットの方が発売中ですね。1月29日次のワンマンライブが決まっています。 DUO ミュージックエクスチェンジにて行うんですけれども、まだそのお客さんがどれぐらい入れられるかとかがちょっとまだ確定ではないので、まあ、もちろん配信は行いながらって感じになると思うんですけど、そのまあ配信の方が、発売中、配信チケットの方が発売中です。 E プラスにて行っているのでぜひチェックしてみてください。あとはそのさっき言ったこのね、11月25日にリリースされますこの CD、 タワーレコード版が4曲分のライブ映像付きになっているので、それがそのライブ映像が10月23日にあったライブ映像付きになっているので、ぜひタワーレコ版ゲットしてほしいですね。そのダイジェストが今 YouTube でライブのダイジェストが上がってます。ぜひそちらも見てほしい。なんか最近一気にお知らせがいっぱいありすぎてごめんなさいね。皆さんもね、大変ですよね、こんな一気に。なんかあのカフェでコラボもやるんですよ、来週18日から。渋谷、じゃあ渋谷ない、原宿にあるカフェで201に合ってるかな、カフェ原宿にある201カフェでコラボドリンク作るんですよ。ぜひ皆さん、あの、私のベティの時の衣装のイラストのステッカーが貼ってあるあのオリジナルドリンクなのかなになるので、しかもそれストロベリー味ですよね、いちご味ぜひ皆さん飲みに行ってください。18日から飲めますので、そのカフェに行ってコラボドリンクあるんですよ。なのでね、ちょっといろいろ本当にあのいろいろニュースというか、そのなんかね、あの取材してもらったり、いろんなお知らせが本当一気に続いてしまっていたので、ちょっと皆さん一つずつ整理してチェックしてもらえたら嬉しいです。私もちょこちょこあのちゃんと落ち着いたタイミングで SNS とかも告知していきますので、ぜひチェックしてください。ということで、あと24分後、皆さんぜひ見てくださいね。私もちょっと心の準備がありますので、ショールーム今日はこの辺で終わりにしたいと思います。今こんばんはって初見の方来てくれたけどありがとうございます。ちょっと今日はこの辺で終わりますので、来週9時からまたショールーム、その来週は9時からじゃない、
ない。再来週、再来週9時から、あ、来週は普通9時からで OK ですよね。 OK、 来週は9時からになってるので、はい、皆さんぜひお待ちしております。来週ないの？来週あります。来週9時からあります。皆さん来週9時から、今日はね8時からでしたけど、間違えずに9時からお待ちしております。ありがとうございました。じゃあ皆さん見てね、今夜比べてみました。ありがとうございました。 CD 予約してくれた方もありがとう。またね、みんな見てね、ありがとうございました。